大谷翔平、結婚電撃発表で今まで隠し通したのすごすぎの声、事前に情報漏れず、ネット称賛されている米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が結婚を発表した。日本時間29日午後、自身のインスタグラムで報告、お相手は日本人女性だと明かした。日米が祝福ムードに包まれる中、ファンはここまでほとんど情報を漏らせなかったことにも驚きの声を上げ、結婚まで隠し通したのすごすぎん、よく隠し通せたとネット上で多数の書き込みが詰まっている。電撃発表に日米が沸いた。大谷はいつも温かい応援をいただきありがとうございます。シーズンも近づいておりますが、本日は皆様に結婚いたしましたことをご報告させていただきますとインスタグラムに綴った。新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが、二人一匹も出力を合わせ支え合い、そしてファンの皆様と共に歩んでいけたらと思っております。まだまだ未熟な点も多々あるかと思いますが、温かく見守っていただければ幸いですとも願った。インスタグラムのコメント欄には即座にコメントが殺到し、すぐに2万人を超える祝福の嵐に。そんな中、X 上ではスーパースターの大谷がここまで結婚に関する情報をほとんどメディアに漏らしていなかったことにも驚きの声が上がった。結婚まで隠し通したのすごすぎん、大谷さんマジでよく隠し通せたような、あれだけ人気だから24時間マスコミ監視してそうだけど、今まで隠し通せてた凄さ、私が大谷くんの彼女だったら全世界に言いふらしたい。あれだけ注目される大谷が交際相手の存在を結婚するまで隠し通した方法すげえ気になる。いや、まず大谷の恋人であり結婚相手なのにここまで一切気配を悟らせず隠し通せることがすごくない？忍者？などと注目されていた大谷翔平の結婚、鳥肌立った。というのも、犬を飼ってる話が出た時に嫁が結婚するんだねと言ってて、いやわからんやろ W と僕が言い返すと、ペットシッターに預けっぱなしで犬飼うような情のない人には見えないし、結婚する気のない彼女と犬飼うような無責任な人でもないでしょと言い切ってた。本当に素晴らしい。おめでとうございます。お二人ともお幸せに。表に出ない方が奥さんは良い判断だと思います。これだけ大物ならとぶん騒がれるだろうな。今まで隠せてきたのは周りにリークする人がいなかったからだろうから、とても良い人に囲まれているのだろうと思える。これからも良い人間関係を維持し、末永い健康とご活躍を願っています。世間から46時中いつも注目される前からの付き合いで、物理的に離れていても壊れない十分な信頼関係を築いた中でないと、こんな電撃婚はできないのではないだろうか。そうであれば大谷選手だけでなくお相手もすごい人格者に思える。だからこそマスコミはその意味を汲んでほしい。というかその上でさらにコメントで、本人が取材予定についてとお相手側への無理な取材を控える旨の発表をもって釘を刺しているのだから、ちょっと待てよ。大谷さんこないだリハビリ中はベッドの上に一人と一匹でずっといましたって言ってたけど、実はもう一人いたってことになるな。何でも報道して視聴率稼ごうとするパパラッチみたいな日本の報道関係者だけじゃない。粋な人もいるということでしょう。バレないはずがないです。お相手も謙虚な方なのでしょうね。情報も漏らさず素晴らしいです。私なら大谷さんの彼女になった時点で違うものが漏れてしまいそうですが笑い。大谷翔平さんも結婚おめでとうございます。日本ハムに入団してからほどなくして、その触れんばかりの才能が注目された。MLB 関係者も高校時代から注目しており、その動向を徹底的にマークしていた。そんな中、当時の栗山英樹監督や日本ハム球団関係者からは行動を厳しく管理され、どこでどういう人間と会うかなどの報告も課されていたという。現在の注目度はもう、老若男女知らない人がいないくらいであり、情報管理が大変だったことが想像される。周囲のブレーン。仲間たちは口が固く信頼のっける人物たちなのだろう。この情報管理は相当に難しかったはずだ。とにもかくにも、入団以来、取材に関わった皆さんに、敵などいないであろう好青年だった大谷翔平さん、関わった皆さんが人生の門出を祝福しているに違いない。おめでとうございます。世界中から祝福の声が聞こえます。さて、プロ選手ですから、プライベートなことも発表します。報道もされます。しかし、どんな有名人でも、人権を侵害されて良い人はいません。結婚は素晴らしいものですが、同時に大きな困難もあります。研究によれば、どれほど情熱的な大恋愛をしたとしても、だからといって必ずしも結婚後の幸福には直結しません。大切なのは、結婚後の二人の努力であり、周囲の協力です。結婚式で、最高に着飾り、参列者の注目を一身に集めることは、実に幸福な一瞬です。しかし人間にとっては、意図しない注目は不快です。だから、じろじろ見られることは嫌ですし、転んだ時なども目立たないように痛くないふりをします。
超有名人の結婚ですから注目されるのは当然です。しかし一番優先されるのはお二人の幸せでしょう。マスコミもファンも市民も本当の意味でお二人を祝福したいものです。大谷選手が花巻東高校時代に書かれた人生設計シートの内容は、野球に関しては27歳で WBC 日本代表 MVP など少しの誤差はあっても現実化されていることが多いようです。プライベートの26歳で結婚と28歳で長男誕生のうち、結婚を現実のものにされましたね。婚活する方のサポートをさせていただいている中で、結婚はやはりすると決意した方からお相手と出会っているように感じます。大谷選手もシートに書かれた決意を変えずにいらしたことでお相手と出会われたのかと勝手ながら推測しております。これからはご家族でシートに書かれた目標を叶えていかれることでしょう。おめでとうございます。大谷選手、ご結婚おめでとうございます。びっくりしました。 NHK でもニュース速報テロップが出るくらいで、今の夕方のテレビのニュースもこの件で独占ですね。日本では直近の2023年の人口動態速報値でも婚姻数が激減している中で、それとともになんとなく停滞した空気がある中で、同じに10代の独身の若者にとってとても前向きに元気になれるような明るいニュースではないでしょうか。いや、独身だけではないし日本人だけでもないですね。もはや世界の人たちにとっても明るいニュースとなっているかもしれません。令和の年号代わりのタイミングで令和婚効果というものがありましたが、2024年は大谷婚効果が生まれるかもしれませんね。野球があまり盛んではない中国でも先ほどからビッグニュースとして報道されていて、現時点午後5時20分でエイボーのホット検索ランキングで大谷翔平結婚が第8位にランクインしています。すでに520万人以上が読んでいて、 SNS には驚きと祝福コメントが溢れています。野球が盛んな台湾や間もなく大リーグの開幕戦が行われる韓国でも大きく報道されています。びっくりしました。勝手なイメージで現役中は結婚しないものだと思ってました。伴侶を得てますます野球に邁進して我々に夢を見せてくれることだと思います。本当におめでとうございます。努力して野球人生のための体を作り、メジャー行き、ロサンゼルスで育てられ、今年からはドジャースでの新天地で新しい仲間と築く新たな野球人生。その成功の陰にはちゃんと彼を支える恋人がいたんですね。よかったね。踏み台にすることなく恋しい人との結婚生活を手に入れたんだもの。良きこと。世界中の野球少年たちの憧れの存在。これからも公私ともに頑張って活躍してください。おめでとう。これでしょうもない雑誌やしょうもない人、しょうもない女性に追いかけられることもないよね。野球に没頭できるよね。ワンちゃんが家族になった頃から誰か面倒見てくれる方いると思っていました。いつもアメリカ行くとヤンキーススタジアムだったから、今度は西海岸にします。お幸せに。ええー、マジかよ。大谷翔平、まさかの電撃結婚。いやびっくりした。まさかこんなビッグニュースが飛び込んでくるとはね。まあでも考えてみれば、大谷選手は昔から結婚願望は強かったみたいだし、そろそろいい年頃だしね。それにアメリカ生活も慣れてきただろうし、家庭を築く準備も整ってきたのかな。個人的には大谷選手が結婚して落ち着くことで、ますます野球に集中できるようになるんじゃないかと思ってる。だって奥さんがしっかり家を守ってくれるわけだから、安心してプレーに専念できるよ。それに奥さんとの間に子供ができたら、それもまた大谷選手にとって大きなモチベーションになるんじゃないかな。とにかく大谷選手のご結婚、本当におめでとうございます。末永くお幸せに。生き生きと野球を楽しんでいて、女性の影も感じさせず、自己管理もかなり徹底されているので、てっきり現役中は結婚しないだろうと思っていたら、思わず仕事中に声出してしまいました。お相手気にならないと言ったら嘘になります。どんな方か気になるけど、メディアもあまり執拗に追いかけ回さないようにしてあげてほしいです。とにかくおめでとうございます。これからの活躍も楽しみです。急にこんなビッグニュースが飛び込んでびっくりしました。そんな結婚とかお付き合いとか熱愛報道もなかなかなかったから本当に驚きました。ずっとトレーニングとか試合準備とか野球関連のニュースばかりで、恋愛情報もなかったし、勝手ながら今は野球一筋なのかなとか思っていましたけど、こうして結婚されたことは本当に意外でした。でも本当に素敵ですし、祝意を表したいと思います。本当にご結婚おめでとうございます。末永くお幸せに。そしてこれからも公私ともに素敵なものにしてください。最近は大谷さん関連の話題は世間をかなりにぎわわせるし、突然の発表で驚くことも多々あるけれど、これまたびっくりしました。素直におめでとうございます。
なんとも大谷さんらしいなと感じました。くれぐれもマスコミなどの皆さんには大谷さんの奥さんに無理に詰め寄ったり誹謗中傷などのないようにしてほしいです。羽生結弦さんの件がどうしても思い出されてしまうので不安です。くれぐれもそっとしてあげてほしいし、何より大谷さんが黙っていないでしょう。大谷さんの人柄は私たち一般人も知っているぐらい優しいお方ですので、しっかり守ってくれると思います。残りの野球人生も充実した日々を送れるよう頑張ってほしいです。おめでとうございます。幸せな人生を願ってます。静かに穏やかに暮らせますよう心からのお祝いを申し上げます。お相手も気になることですが、一ファンがそこを気にして何になる？この先もファンが元気になるような活躍を見せていただければ良いです。応援するのみです。翔平さんが野球以外で幸せを得られる人生を送られることは素直に嬉しいです。さて、どんなシーズンになるのか、さらに楽しみですね。